ジオバニー・アラミス・ゴンザレスは、アメリカ合衆国フロリダ州ハヤリア出身の、元プロ野球選手。左投げ右打ち。相性は、ダブル・ジー。モンシニョール・エドワード・ペース高等学校時代は、クリス・マレーロとチームメイトだった。2004年の MLB ドラフト一巡滅移保で、シカゴ・ホワイトソックスから指名を受け、85万ドルの契約金で入団した。2005年に、 ジム・トーミとのトレードで、アーロン・ド・ワンドラと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。ベースボールアメリカ市の有望株ランキングでは、フィリーズ参加で、コール・ハメルズに次ぐ評価を受けた。2006年12月、フレディ・ガルシアとのトレードで、カビン・フロイドと共に、再びホワイトソックスへ移籍した。2007年には、マイナーリーグで150イニングを投げて185、脱三振を記録した。 オークランドアスレチックスでの現役時代2008年1月3日に、ニックスウィッシャーとのトレードで、ライアンスウィーニー、ファウティノデロスサントスと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。8月5日に、メジャー初昇格し、翌日メジャーデビューした。この年は10試合に登板し、1勝4敗を記録した。2009年は、スプリングトレーニングで参加のトリプル A 級。 サクラメントリバーキャッツに戻された。5月3日、再びメジャーに呼び戻され、このシーズン6勝7敗を記録した。2010年は1年間先発ローテーションを守り、15勝9敗、防御率3.23を記録した。2011年も好成績を残した。この年は、自身初めてオールスターに選出された。また、チーム最多の16勝を記録。オフには、 トレード候補になり、争奪戦が繰り広げられた。ワシントンナショナルズでの現役時代2011年12月22日に、ブラッド・ピーコック、トム・ミローン、デレク・ノリス、AJ ・コールとの1対4のトレードで、ワシントンナショナルズへ移籍することが発表された。2012年1月15日に5年総額4200万ドルで、ナショナルズと契約を延長した。 遺跡1年目のシーズンは21勝で、ナショナルリーグ最多勝ちのタイトルを獲得する活躍を見せ、ナショナルズ躍進の原動力となった。サイヤング賞の投票では、R.A. リッキー、クレートン・カー賞に次ぐ3位に入った。しかしオフにバイオジェネシス・スキャンダルが発覚し、薬物使用疑惑が浮上した。この問題については、ジオの父親が合法な野生薬を購入しただけであることが、 MLB の調査により判明し、ジオの疑惑は晴れて処分も受けなかった。2013年2月9日に第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは4月は不調だったが5月以降に調子を上げ始めると投げた試合の約70%を自責点2位内で切り抜ける投球を披露した。最終的には十二試合べてで 先発登板して11勝8敗、防御率3.36、192奪三振を記録した。2014年は5月の試合で炎上した後、肩通で故障者リスト入りした。復帰後の防御率は3.08と高騰したが、規定投球回には届かなかった。27試合に投げて、防御率3.57、5年連続2桁勝利となる10勝を挙げた。 2015年は31試合に先発登板して2年ぶりに規定投球回に到達した。11勝を挙げて連続2桁勝利の記録を6年に伸ばしたが、防御率は3年連続で悪化して3.79だった。2016年も先発ローテーション通りに登板し、32試合に先発登板した。7年連続2桁勝利となる11勝を挙げ、 通算100勝も達成したが、2シーズンぶりに、勝ち星と負け星が同等となったほか、防御率は4.57に悪化した。また、非本塁打19でもキャリアワーストを更新した。プレーオフでは、ロサンゼルスドジャースとの NLDS に1試合先発登板したが、4.1イニングで、4安打3失点1本塁打と打ち込まれた。2017年は、開幕から好調で、 4月は5度の先発機会で3勝、防御率1.62の成績を上げる。前半戦をリーグ3位となる、防御率2.86、投球回数、脱三進数でもリーグトップ10の位置につけたが、ナショナルズから他に先発投手のマックス・シャーザー、スティーブン・ストラスバーグが選出されていたこともあり、オールスターには選出されなかった。シーズン通算では6年ぶりとなる200投球回に、 到達して15勝9敗、防御率2.96と5年ぶりの15勝、防御率2天台を記録した。2018年は再び調子を崩し、8月までに27試合で7勝11敗、防御率4.57、ホイップ1.53と安定感を書いていた。2018年8月31日に、キロジュール・ハリソン、ギルバートラーラとのトレードで金銭と共に、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。移籍後は調子を取り戻し、5試合で3勝0敗、防御率2.13、ホイップ0.95を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年3月20日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。開幕後は、3カのトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーしていたが、4月22日に、 自由契約となった。2019年4月27日にブルワーズとメジャー契約を結んだ。5月10日にシーズン初勝利を挙げると、6月1日に故障者リスト入りするまで防御率3.19を記録。7月20日に復帰後は調子を落としたが、9月には10年ぶりのリリーフも含め防御率点一七をマーク。最終的に十九登板で三勝二敗。 防御率3.5078奪三振を記録した。オフに FA となった。2019年12月20日にホワイトソックスと一年、2020年10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。年が明けた2021年3月4日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだが、25日に現役引退を表明した。 吸収は平均 92mph のフォーシームとツーシーム、チェンジアップ、カーブ。ありがとうございます。